で行きましょうかね。はい、炭酸な感じ。もうちょっとしようかな。よし、よし。じゃあちょっとやっていきましょう。はい。あ、もうちょっと。はい、もうこれね、今までまあ自分のその動画の中でこれ紹介してまいりましたね。これね、このタイプ。このタイプ紹介してきたと思うわ。これ紹介してきたけど、まあなんか最近ね、まあなんかこっちをこう思うから使ってる、こっちをね。でもこれ何が違うかっていうと、これここのこの機構がちょっと違ってて、これはね、なんていうか、これはあの、蓋っていうか、こう口のところをこう、口をこう閉じたり開いたりするところをこれゴムでね、こう固定してたんですよ。これなんでかっていうと、ここ摩擦がそんなに働かないから、スポンと抜けちゃうと。で、こっちはその必要がないと、もう完全に摩擦だけでがっちりこう蓋閉じたりとか、入り口のところ閉じたり開けたりできるんで、こっちの方がよかろうと。で、これでいいんですよ、これはこれでね。これでいいんだけども、こうゴムっていうのはですね、まあ、なんか経年劣化でですね、こう長く使ってるとこうね、これ結構元気なって言ったらおかしいけど、これしっかりしたやつだけども、これこの場合によっちゃこれ古くなってくるとほら色も変わってプチってこう切れちゃうのさ、これ切れちゃうのね、こう切れちゃうとあのこれここパカーンと外れちゃうわけよ。でそういうの使わないように、まあ、これにしようじゃないかと。いうことにしたわけです。で、これにしておくと、まあそのパッと引っ張ってもゴムもないわけだし、機構も簡単だしね。使うその釣り糸、こっち釣り糸めちゃくちゃここら辺もあっちら辺もたくさん使ってるけど、まあ、これそういうの少なくて非常に構造がシンプルだから、それをやっていこう。これでまあ行こうじゃないかと。あのこっちの方が機構も簡単だし、これをメインであのなんというかその。魚捕まえるのには、まあ、こっちよりも、まあ、こっちじゃ、こっちよりもこっちの方がいいんじゃないのかっていう話になってて、誰と話したわけでもなく、自分の中でそういう話になって、まあこれをメインにしていこうじゃないかっていうふうなことになりましたが、こっちは一回ね、前回その作り方説明したと思うんだけど、でこっちはねやってないのね、こっちはね。でこっちちょっと説明しておいた方がいいかなと思って、なんかひたすらこのペットボトルのこのね、もうペプシをですね、飲んだわけですよ、ね。でまあ、ペプシだけじゃ辛いから他のタイプもあるよっていうので、その他 の, あのいわゆるここのボトルのペットボトルのこの真ん中がこうへこんでないタイプ、ここがストレートになってるタイプの2リッターのペットボトルを大量に、まあ、準備すれば、大量じゃなくてもいいんだけどもね、2本準備すれば、まあ、こういうのがね1つ作れるよっていう、まあ、そういうことですよ。はい、ね、でまあそれをちょっと作っていこうって話です。はい、まああとはひたすら手元のカメラだけで撮ってき、まあ、どうだろうやっぱ2つでやった方がいい。まあいいや、じゃあちょっと角度を変えたりとかして、じゃあ、はい、こちらね、じゃあ作っていくよね、これ作ってから作っていきますから。はい、でじゃあ、はい、そんなにオーガナイズされたビデオじゃなくて、だらだら撮りっぱなしのやつだけども、まあでもちょっとオーガナイズされたやり方やっていきましょう。それではまず材料の紹介です。ペットボトル飲んでてください。このタイプ、ペプシ、これ会社の別に案件でもペプシさんの回しもんでもありません。あの金華カンパニーは回しもんじゃないですけど、この土地は金華さんのからドネートされた土地なので悪くは言えません。いい会社だと思います。あの、はい、立場が微妙なのであまり聞かないでください。はい、あのでこれでですね、はい、飲んで、でペットボトルがまああるよねと。で2リッター、1つでもこれをひっくり返せば構造上1つでも作れるんだけども、なんか2つ使うとかっこよく
なるから、そういうふうに作ります。で、あとは、結束バンド、ね、結束バンド、紐、釣り糸、ま、あと、まあ、最後にこの重りをつけるという感じです。釣り糸はね、釣り糸はこれ 5号を使ってるけど、もっとぶっとくてもいいと思うな。紐、このナイロンのやつ使ってるけど、もっと、いい素材があったらそっちを使ってください。はい。で、これはまあ道具一覧。道具一覧じゃない。で、次は道具一覧。こっちは材料一覧。材料一覧ね。はい。材料一覧もちょっとか、ね、材料こんな感じ。で、道具だよね。道具なんだけども、これ道具とかも来れば無限にいろんないい道具を使えてしまうけども、そういうのよそうよっていう話。なんかこう、カッター、で、キッチンバサミ。で、こういうの。で、まあ、その、自分はこのカッターも使うけど、このナイフとかも使うけど、基本カッターナイフとキッチンバサミだけで作れるっていうのが最強だと思います。もうなんか道具揃い始めると、もうキリがないからね。穴開けるためのね、こういう絵付きバリと、一応準備はしましたけども、まあ、なんかこんなかっこいいものがなかったとしても、なんかね、その、こういう、釘とか針金でもいいから、針金にそれこそそこら辺にススキが生えてる地域の方、割り箸があれば割り箸でもいいんですけど、こうやってスッて刺しておいて、でこういうのがいい。で、ここで熱して、ペットボトルに穴開けるってやつよ、こうジューって。でもこれ絵付きバリ。代用にするんだけど、でもただ一つ気をつけてほしいのが、その火を使う途端にいきなりもう危険度が増すというか、そのいろいろと考えなきゃならない、管理するものが多くなるんで、ちょっとこれ要注意ね。で、本当に火なんだけど、まあもちろんこの辺は別にそのお子様じゃなくて、超お子様の人は大人の人と一緒にやってください。はい。まあそのなんだろう、手とか怪我しないようにね、絶対ね。で、これを使ってこの素材にプスッと穴開けるんだけど、熱せなきゃダメなんだ。これ熱さずに穴開けるっていうのもありなんだけども、これ結構その大変というか、力いったりとか穴の大きさに限界があるから、まあここを熱してやるわけね。で、その時に私はこういうハンディーなトーチを使ってる。ガーって炎出るタイプね。これはいいんだけど、暑いよねとか、熱、こんなの使ったら絶対大きくやけどするよねと。で、こんないいもんないって人は、まあ、ライターでもいいと思うよ、ライターでもね。こういう長いやつ、こう短いやつ使うとね、結構手あれするから、熱ってなるから、まあ、せいぜいこれでちょっと炙るとか、まあ、そんな感じ。これ、大体これぐらいの道具があれば、ミッションコンプリートはできるかと思います。でも今回は、あんまりその動画長い時間かけずにパパッと撮っていきたいんで、まあ、このペプシコーラ飲みながらやっていきます。コカ・コーラのここがキュッてしまった、ここがキュッてしまったタイプのね、ペットボトルで作る人はそういうやつを、そのための動画もあるんで、それは見ていただいたらいいんですけれども、まあじゃあちょっとゴクッと飲んで、サクサク作っていきますね。もう今日はこの動画別にこれだけじゃないんでね、次も待ってます。じゃあやっていきましょう。はい、もうはい、シャーッとね、もう剥がしてください。別にめちゃくちゃ完璧に剥がさなくてもいいんだけども、まあ、これ絶対こういうとこ残るんで、完璧に剥がすこともできるんですけど、別にそんなにね、親の敵のようにこんなに気合い入れてやらなくてもいいです。はい、魚が入ってくると場合入ってくれます。で、これが上に来るの嫌だなと思ったら、こっちをこう下に向けてしまうような設計にすればいいわけなんで、何らビビることはありません。はい、これもスパッと剥がしていきます。
あ、こっち、お、このボトルいいな。綺麗に剥がせるやんか。これ、のりちょっと残るけどいいわ。この辺なんか、何これ。素材のさ、環境への配慮。よし、いいよ。無力をこれね、剥がしました。で、まあ、おそらく、同じような会社なんで同じようにできると思うけど、まあ綺麗に剥がれた方を内側に使うことにしましょうと。で、これはどこから使うか、ここを切ってくれてもいいし、ここを切ってくれてもいいけど、これね、どって線があるから、これつなぎ目の線の線があるから、それを目印にすればいい。もちろんペンかなんかで印をつけてもいいんだけど、そういうのすこぶるこう私めんどくさいタイプなんで、このいかにこのズボラにやるか、ズボラな私でもどうできるっていうところが大事なんでね。あの凝っていくともう切りないからね。ただ一つこう自分がやるときに、もういきなり切り始めてますけど、もうこんな感じ、カッターナイフでも大十分です。で、やっぱそのちょっと思ったのが、このズボラな私でもできますが、見やすいよ、ここをこう超える、一つどう、なんか切るのに集中、切るのに集中するかな、話聞きながらやると、手間の音が来るとは、ちょっとこうキーキー音するよ、キーキー音、ごめんね、キーキー音がするよ。そう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 、ちょっと自分の中で思ったのは、そのできるだけ道具が少なめに、誰でも簡単にできる方法を考える。あ、じゃあこう見せた方がいいかな。こんな感じで切っていくって話ね。これ線がここに、ここに線があるでしょ、これね。すでに線があるから。で、ちょっと、いや、分かったよ。拡大すればいいよ。いいよね。この辺ね。はい。ズームすればいいね。分かる？はい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 。はい、この線です。話がこうずれますが、できるだけ簡単にやると。で、簡単にやって見た目かっこよく、こう、あの外見ができるだけかっこよくなるように、外にごちゃごちゃパーツがつかないけども、あの使う道具はすごくシンプルにやるっていう、現場合わせ的にやるっていうね。で、こうしたときに、はい、お分かりいただけるでしょうか。はい、これね、かなりその密着がすごい、密着り具合がすごいから、こうするとおのずからしてね、これどこで切ればいいのかが分かるという話でございます。ここだよ、ここの筋に沿って切っていけば、おのずからしてこれにピタッと合う仕組みが作れる。ペットボトル、お魚、キャッチャーが作れます。ね。じゃあ見やすいようにこれ。そうすると、あ、待って、これ、ズームするやつもね。ズームしとくと、ほら、ここのところ合ってるでしょ。で、ここのところに沿って切っていけばいい。もうこっち向きにやるわね。うん。そう。ここももう目印だ。ちょっとずれたりするけど、これ目印ついてるようなもんだから。うん。こんなね、休みの日でみんな休日だっつってる時にこんなね、動画撮ってる私しかいませんから。はい。はい。で、これでほら。こっちは余り部品。こっちで。はい。これでここできましたよ。ね。で、こう。よろしい？これで。ってことで、もう、基本的な構造はこれで出来上がったわけ。これに近づいてきてるね、これね。ね。で、こうなると、入り口の大きさをどういうふうにするかとか、まあいろいろ構造を決めていかなきゃダメなわけだけども、
まあ、さっき言ったようにこれをこっち下にしようかなって話、これこっちに下にしようかなって話、まあ、目印にしとこう、これをね、これ下にすると決めましょう。で、おのずからしてここをこの結束バンドを止めるっていう風なところの穴の場所がここだという風なことがこう決まったわけですね。ここね、これでもう、まあ、ここに穴開けりゃいいなと、でかい穴開けりゃいいなと。で、ここの中のところの口も、まあ、後で開けるわけね。ここのところ、あの取る魚に合わせてこれどれぐらいの大きさにするか、皆さん各自考えてねって話なんだけども、まあ、でそうした時にそのもう開ける穴の場所っていうのはもう決まってて、ここ、はい、下の重りの場所で上の水抜きの場所ってことになるわね。でここがちょっとでっかくなるから、はい、でそしてもうこの段階で決まっちゃってる、ことがあって、こっちが下になると決めたらこの空気を抜く穴を上に開けることになりますね。下に開けてもいいんだけど、下はねちょっとここら辺にちょこっと開けるだけでいいかと思います。じゃあここのところを決めてしまいましょうか。あんまりぎゅうぎゅうに押し込んでも仕方がないんだよね。なんかぎゅうぎゅうに押し込んでも仕方がないから、まあ、ここら辺で穴開けるよと決めたら、その先ほどの絵付き針の手間でございますよ。はい、いらないのでこっちしまっておく。はい、絵付き針の出番でございますよ。絵付き針の出番でございますよ。はい、これね、はい、はい、なんかこの直しは何をやってるんだろうかっていう感覚で見られるかもしれません。はい、はい、熱くなった。で、そうすると、まあ、ここら辺だよねっていう。で、これ多分長くとくと、これ、下側にくっついちゃって、こういうのをね、置くときにはね、こう絶対地べったに置かないようにね、まあ、例えばこうやってさ、こうやってちょっとこの上の方にやってて、地面から離しておかないと。で、これで、OK。そう、これで OK なわけですよ。ここ、もう決まりましたね。ここの穴。もうちょっとかっこ、これも、拡大しようか、これ。はい、はい、ここね。ここでこれ決まりよ。はい。あと結束バンドこれ通せばいいんだけど、ここでいきなり固定してしまうと、後々の作業がもう非常にやりにくくなるんで、まだ止めない。ね、まあ、これでもうここで止まるってやつだけど、まだ止めない。まだです。で、次は、はい。先ほどの完成品もたびたび登場しますが、これね、ここのところに重りがあるから、めちゃくちゃ後ろにやってしまうと、後ろにウェイトが来るとこう浮いちゃうから、その入り口のここのところ、キワキワのところがいいよね。つまりまあこの辺りに来るというふうに決まったわけです。じゃあもう重りがそこに来る、ここに重りが来ますよと決まった時点で、まあ、もうめんどくせえと思ったら、これでギューってやっちゃうと、絵付き針状になってると、これギューグリグリやると必ず穴は開くんでね、どうしてもその熱かけたら絵付き針が抜けたりするんで、そのどうしても熱したくないって人はこれでもいいですよ。ああ、ここなんだな。ああ、ここなんだな。ね。でも、露骨にやりにくそうでしょ。で、そうなってくると、まあ、熱した方が楽っすよねって話になって。で、これね、熱してるとき、今、煙も何も出てないけど、これね、気をつけないと。気をつけないと、まあ、わざとやってみようか。こうやってやるでしょ。こうやってやるとね、プラスチック、ほら、煙出たと思うわ。この煙、体に良くないから、今、屋外でやってますが、はい。これ、吸い込むとあんまり良くない。絶対良くないので、換気は必ずいいところでやりましょう。こういうものを使うときは。よろしいね。はい。じゃあここまで来ました。いいかな。
はい、ここまで来ました。はい、これも月針のやつもここにありますね。で、そうしてここに穴も開きました。じゃあ、まあ、おそらくこの時点でつけてしまってもいいけど、つけるとまあ後々作業が面倒だから、先に、じゃあどうしようかな、先に重りつけちゃうか。重りをつけるとね、ゴロンゴロン回り出すから。はい、よし、 OK、はい、よし、ああ、なんかこう結びついてたけど、まあいいや。一応これね、釣り糸って滑りやすいんで、まあ、いろんな結び方も、釣りのガチ勢の人はもういろんな結び方でご存知だと思うから、まあ、いろいろな結び方でやってもらえばいいんだけど、ただもうコツというか、まあ、ちょっとアドバイス的なことを言うと、1回じゃなくて2回ね、重りに通しておく方がいいと思いますね。なんか前回の動画のこのプスって穴開けるところとか通すところとか、そういうの細かく見せてるやつところと、クローズアップでマクロレンズで撮ってクローズアップで見せてる動画があるんで、そっち見ていただいたらいいんですけど、はい。で、一重玉結び一重にしてもらってね、でこれ二重にしてもらって、で三重にしてもらうっていうんでいいと思います。ここもね、その糸がどれぐらい損しないでやるかとかいう経済性を考えたら、いろいろもうやり方はいっぱいあるんだけども、これでいいと思う。で、まあ、もし万が一ちょっと不安だなと思う人は、ここで一回あの一重結びにしていただくとかしてですね、あの落ちないように気を使うと。で、その落ちないこの滑り落ちないように気を使っていただくと、これ固定されましたねと。で、で、ここで、これをつけていきますよ、という話です。で、結束バンドを使ってつけてしまうと、もう離脱着不可能なんで、もうもしこれをね、緩い感じでつけたければいいんですよ。もうこの、釣り糸でもいい。釣り糸でもいい。釣り糸でも。釣り糸でもいいんだけど、ここは、開いたり閉じたりして、必ず摩擦で、こう、擦れていくと。だから、結束バンドが、推奨されるわけですが、これ固定しちゃうと穴の大きさが決められないから、この段階でここの穴の口の部分をね、こう切っておく必要があります。なんで切っていきましょう。で、まあね、めちゃくちゃでっかい魚取らないんだったら、ここのところのこの曲線が終わったこの辺りから、まあ1センチか、まあ1センチか5ミリか1センチぐらいのところ、このね、大体この日付とかが書いてるこの製造年月日書いてるあたりから始めたらいいと思います。で、これなかなかここの部分は硬いからナイフが入らないんだよね。で、それで困ったなってことになるから、ここでもうあのつき針とか針金にしたやつでも使っていただければいいんですけども、開始する部分は、はいはい、開始する部分を、こうやって穴開けといてもらって、はい。で、ここ一旦こうやって切っとくと、この次、これが使えますから。はい。これでいく。ちょっと格好悪くなるね。ここ入りにくいな。あ、入りにくいな。やばいやばい、ナイフでいくわ。ちょっとここがね、硬い。ペットボトルの型作るときに、ここが厚くなるように、この工程、製造工程上そうなってしまうんでしょう、おそらくね。ここは硬いね、やっぱね。分厚いからね。だからどうしてもね、その、気をつけないと、簡単に大きくなっちゃう。ちょっとこれでも大きいかなと思うわ。どう？うわ、これちょっと大きすぎた。うわ、大きすぎたかな。ちょっと大きすぎたかな、これでね。少し大きすぎたね。だから、ここちっちゃく切るのは、それなりに、結構大変だなって。で、まあ、それでもいいですよ。でかいやつ狙っていきましょうよ、ということで。ここまで切ったと。ね。で、これ大きすぎたと思ったら、ほら、もう一本飲めばいいんだから。
口のここのところちっちゃく切るのは、あ、ちょっとここほら、ぐってこう大きくなっちゃった、曲がっちゃったんだよね。ここの、ここだな。うん。難易度、ちょっと難易度が高くなるのは。そうで、ここのところを結束バンドで、こう結束バンドで、ここぐらいまでこうね、ギュッてやると。ここでギュギュ締めちゃってもいいんだけど、まあ、この自分で使い心地のいい、範囲っていうのがあるんで、これでこう、で、ここのプラプラしてるところがあってね、邪魔になってくるから、ここもこれで切ってしまえばいいでしょって話。で、切ってしまったら、ここ気をつけてください。手切るから。手切るから。で、ここをどうにかして手切らないように、手切らないようにするために、これ。手切るの嫌だね。で、なるから、ここもちょっと焼いておく。はい、これはこの、で、直接焼くと火ついて結構危なかったりするから、ここはね。はい、で、これ絶対こうやってグッて、この、これをこっちの前に持っていかないでね。あとカメラで撮りたい人とかも、ガーンってやったらこうカメラ焼けるから。で、さっきも言ったように、これ絶対下にそのままジュッてつけたらあかん。こういうところに乗せとく。まあ、できればこれ鉄製の何かの方がいいんだけど、ね、なんかこう金属製というかその燃えないものの方がいいんだけど、今パッと手元にあったのがこれだから、あと人から渡された時に絶対こっち取ったりしたらダメなの。熱いものを持つ時は、人に渡された熱いものを持つ時は、この人の手の持ってるこことかを掴むと火傷しないから、まあ、大体手渡しとかしないんだけどね、こんなのに。はい、これで一応、はい、ここ丸くなった、怪我しなくなった。はい、これで、はい、パカッと開く、取れない。はい、パカッとクッと閉じたら、閉じたらちゃんと閉じてる。で、後ろね、はい、これでいいですよ。で、ここに穴開けて餌をつける場所を作ってもいいし。で、さあ、ここまでだいたいできました。で、水抜きの穴を開ける、空気抜きの穴を開けていくんだけど、ここのラインに沿ってね、この紐があるここのラインに沿ってね、あの穴を開けるのをおすすめします。で、できればね、ここのところがね、あの穴開けない、ここにあえて水が溜まって魚がここでその何水の中でパチャパチャパチャってできる状態を作ってあげたいなと思います。で、ここら辺のやつの穴はできればでかいのがいいかなと思うんで、ちょっと頑張りましょう。ここから、はい、で、炎、これちょっとこれ炎の向きとの関係を説明するけど、炎の向きがあったら炎の向きとは違うところにね、作業したいものを置いとかないとジュッて焼くからね。はい、プスプスプス、 OK。 で、この逆側のこの辺りも、まあ、これも用途によりけりなんだけど、本当に穴開けまくって、その、なんだろう、魚、中の魚が呼吸できるぐらい穴を開けるのか、それとも、もう魚、中の魚が取れたと思って見えた瞬間に取りに行くのかで、開ける穴の数も変わってきますが、まあ、今のところ、まあ、ちょっとこれぐらいパパッと開けてみました。もっと綺麗に穴をね、ずらっと並べて開けたい人は、まあ、開けてください。はい。めっちゃ長く開けまくろうとするところ、それはそれで長く時間かかるから。で、ここの、こっちとこっちとに紐をつける。で、なんでこれ両方に紐をつけるということにしたんです、私は。で、なんでかというと、この、両方に紐をつけることで、こっち向きにするかこっち向きにするかを調節できるかなと思ったのね。で、魚取れたらこういうふうに上がるようにさ、調節してやればいいし。で、魚こうと、あ、そうか、ここ、あ、そうか、言い忘れた。ここだ。ここのところは必ず穴開けといた方がいいよね、的な。ここにね、大体空気が溜まるんだったわ。はい。あ、そう。はい。規則正しく。
本当は開けた方がいいんだけど、あ、そうそうそう、でそれなんでここかっていうと、このこうやったらここに絶対空気溜まっちゃうからね。そうで、こっちに紐を通して、一応この紐もこれもね、どう結ぶみたいなのを言い出すと、まあ、これまた大変なんだけど、まあ、抜けなければ、それはそれに越したことはないんだけど、まあ、どうかな、まあ、まあなんかそのあんまりそこめっちゃこだわっても仕方がないんで、いやまあこだわりたい人はこだわってください。あのこっちはこだわって付け方で付けてるんだけど、でまあまあまあ普通にね、あのあやがどうやって結ぶんだ的な動画も、まあ、あの前の動画で載せてるから。で、深いところに沈めるのか、そこら辺のところにポンと入れるのかで、紐の長さも変わってくるけど、まあ手の届く範囲ぐらいにジャボンと沈める程度ですよっていう人はですね、まあ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 、まあこんなもんにしときましょうか。ね。よし。こんなもんにしときましょうか。で、こうすると、はい、一応これで出来上がりっていうことです。はい、ね、これでいいかな、これでいいかな、これでよろしいかな。これでジャバーンって沈めるときに、下のこっちから沈めてこうするのか、もうこれ絶対口でかいからさ、でかい魚が入るか、ちっちゃい魚だったら逃げちゃうかの二択だから、まあ、あのこれここ口がちっちゃいやつ作ってください。あのこれぐらい、本当はこれぐらいが適正サイズ。これはちょっとでかすぎ。あ、まあでも、これでも入るから、もうこれでやってみてもいいよ、これでやってみても。これでやってみても、これはこれででかいやつ入るからいいっちゃいいんだろうけどね。はい。いや、待てよと。いや、待てよと。さっきのはないだろうと。いや、その、これさすがにここのところは、でかすぎだろっていう話だから、あの一応ね、一応これそのどうやってちっちゃく、一応なんか自分なりに考えてやります。はい、ちょっとちっちゃくは、ちっちゃく穴開けようと思ったら、ちょっとさっき言ったプロトコールを変えてみて、先にじゃここ切ろう、作業するときにここがガクガク揺れてると大変だから、先にここを切ってみましょうか。先にここを切って、でここのところの切れ目のところから、あ、それは無理だな、空気が入って OK、 これ いけんのかな、そのね、ちなみにあれ、あそこ切るときいつもこのこっちのナイフ使ってんのね。こっちのナイフだと、この刃の厚さが厚いから、あのこうなんだろう、グッて力入れてもさ、グニュってならないから安心していけるんだけど、やっぱこっちだとね、グッて力入れると力入ってすぎちゃうとうまくいかなかったりするんで、うまくいっちゃうブルブルってなるやんか、それはいかんなっつうんでね。ちょっとうるさいね、ごめんね、これ顔に力が入る地道な作業になっちゃうな、これ。いやでもこれ仕方ないよ、これこれで頑張っていきましょう。結構ここが鬼門だな、結構ここが鬼門。ペットボトルのそのなんだろう、メイキング映像とか見てもらうと出てくると思うけど、ここのところね、膨らんでないから構造上めちゃくちゃ硬くなるよ、それ。でよし、 OK、 入った、一旦入ったら勝ちよ。 OKOKOK、よし。で、そう、ここまで持ってくると、あとは楽なのよ。なぜなら、キッチンバサミが使えるから。
であんまりこう切ったこのクズっていうのもできるだけその辺流さずに出て、でさっきのやつここまで作っちゃいましたが、さっきのここまで作ったやつを再現してみましょう。もったいないけどこれ切ってしまいますね。はいはい、さあそうするとおのずからして、おここら辺かな、あちょうどペプシそのままのやつだとかなり深いところまで入るな。はい、ここまで来ました。はい、よし、そっかこれ釘のところ、そっか自分が実際作業をやってる時っていうのは何も考えずにパパッと手先の身体感覚に従ってやっちゃってるけど、まあまあ後付けで考えるとこういうことか。で、こう、これで、で、ここのところに穴を開ければいいと。そういうことやね。はい。ペプシのこれの、これが、こう飛び散っちゃうといけないから、はい。これで、で、そこでですね、そこで、これで、はい。これで同じ大きさの穴を開けてやって、ね。で、そこで、ここまで来たら、これが来ると。そうだ。実はこれ、後から結んでもいいけど、先にこれさ、輪っか作っておいてもいいんだよね。そこで、はい、ここで、結束バンド登場。結束バンド登場もこれぐらいしといて、はい、でよしよしよし、これでこれすぐ触ったらジュッてなるから待つ。あ、5ぐらい数えて12345ぐらい数えて、ちょっとここ尖ったもんな。ちょっとはい、よしよしよし、12345、これさこういうところ向けてるからよくない。 これで OK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 、 はい、これでよしと。でそこまで来ましたら、さっきのやつをですね、これ切ってしまいましょう。はいはい、さっきのやつをこうやって紐で通せば OK よとね。まあ普通だ。これいや、頭の数字じゃない。本当はこれも紐でやってしまってもいいんだろうけどね。ここを紐にしちゃってもまあいいんだろうけど、はい、ここを紐にしてしまっても、紐にしてしまうと脱着が楽とかそういうのがあるのかな。はい、 OK、 はい、で、これで、よし、これでいいとしましょう。で、こうすると、ほれ。OK。まあ、これだな。これなんで、ここのところの口ちっちゃすぎるとか思ったら、これスパッと開けて、ほんとこうスパッと開けて、ハサミでこれ切っていくこともできるんでね。切ってね。切った時のプラスチッククズが出てしまって、それは環境に優しいのかというと、どちらかというと厳しいんで、まあ、そういうの出さない方がいいですけど、これですよ。おそらくもうこの2024年はこれで決まりくと思います。あの2024年、あの、上半期にしようかな。新年、旧正月の新年からはちょっとの間これで決まり、そのうち新たな発見があって、新たなことをするかもしれない。で、後ろは、あの、お好みで蓋に穴を開けておいて、餌を取り付けるための機構をくっつけてもいいと思います。一応ここでちょっとやっときますか。じゃあ、果たしてこのライターで穴が開くのか案件に答えるべく、ちょっとやってみますけど、一応これでもできるはずです。はい。ね、一応穴開くから。はい、穴開いてるよ。はい、ライターに穴開けるときに右手を使うか左手を使うかっていうのがあって、ライターってこう左手で持つってことなのかな。はい、で、この煙は吸わない。
吸わないったってね、まあまあまあ、だから屋外の換気のいいとこでやってねって話で、こうしてこうと、ここに、まあ、餌いろんな洗濯ネットでつけてもいいし、釣り糸でつけてもいいしね、で魚の切り身とかここに縛りつけても構わないしさ、はい、まあそんな感じでいいかな。はい、このプラスチックペットボトル、これはもう話してると喉、話してると喉乾いたところにペプシをガンガン飲むのも、これもまあどうかと思いますが、もうこれで決まりっすよ。これで決まり、気候が簡単、重りプラスしたいとか、ここの紐長くしたいとか、いろいろ試行錯誤してみてください。それでは、はい、次もあるから、はい。